どうも、しげしげとみです。本日は無課金サブアカしげパズの動画なんですけども、ミルダムの飲み放送直後に撮っております。なんでかっていうと、ふみちゃんの前で髪引きをしてやろうっていう動画です。よろしくお願いします。自信があるんですね。自信があります。しげドラはまあ星7の中でもね、だいぶ強いキャラ引けて、でそれに噛み合う星6のキャラも引けてっていうね、いい結果だったんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、まあそれを経てしげパズでもいい引きできるんじゃないかということでお付き合いいただいております。はい、お見せしましょうか。もうできるもんならどうぞ。あ、わかりました。じゃあまず4連の無料のやつからいきますね。はい、これ皆さん引けるんで、まだログインしてない方ぜひしましょう。行きましょう。これダイヤ2個出ます。ゼロ、2個出ます。出るんかい。推薦ですね。ありがとうございます。ダイヤ1個も出なかったからな、読んでまあ、踏みパズもぜひご覧ください。はい、はい、推薦はいいっすよね。十字封印2個とかもいいし、まあ、普通に本体で使うとしてもね、お邪魔の完全体勢持ちながら指3秒、ホストでガードブレイクの十字消し3つ。この子あれですよね、ダンジョンだとなんか僕よりかっこいい人いるのみたいな発言します。おお、ナルシストだ。ナルサスですからね。でナルシズムガーデンスキル、そりゃナルシストやん。2ターンでね、ボロボロのギミック回復できるというか、6解除指延長回復 1.5 倍、優秀です。そんな感じで、まあ、金はどうでもいいっす。ゲット。今回分かりやすいっすよね。ダイヤがもう精霊のキャラ、星7か星6しかいないから。はい、あー、サツキはあり。なんでサツキ持ってます？持ってますよ。ふみちゃんね、無課金ですけど、サツキ武器がさ、あ、もう作ってた、このアカウント。バインドのウェイウェイっすよ。全然ゼロオグ武器より強いみたいな。ああ、まあ確かに。そう、バインドウェイウェイは強い。ウェイウェイ、ウェイウェイ、はい、おるやん。作ってないやん。作ってない。バインドウェイウェイは強いよ。まあウェイパー今何があんのって言われたらちょっと何とも言えないですけど、まあいつか使えそうですね。はい、全然使えます。で、購入履歴無料アイテム103個ということで、なんと今回石5個だからね、20連できます。まあでも逆にサイリア1体は、まあ、出るでしょうね。ほう、なるほど。っていう。なるほど。あ、1体ですか。はい、僕全然このアカウント2体出ますよ。あ、本当っすか。はい、行きましょうか。はい、全然ね、ロイヤルオークとかも持ってないし、まあ欲しいキャラはぼちぼちいますね。プリシラも全然欲しいし、バルディンもありだし。プリシラはゼロですか。プリシラは1体いますね。1体いるんか。プリシラ普通に使ってたと思います。プリシラ、はい、120にしてますね。うんか、うん、ただ進化前とかね、それこそ火のコンボ強化でハイビスカスとも相性いいですし。あ、これガンコラだ、危ねえ。飲み放送後なんでね。はい、さあ失礼して20連いきたいと思います。はい、ダイヤ何1体ぐらい出ないと20連も。はい、ダイヤ、おー、ハエトリグサかな。はいはいはい、ハエトリグサはね、木のコンボ強化でね、 L 字もあって、まあ、キパで使いやすいですね。うん、うん、まあ一発目から出るんだな。そうなんですよね。ダイヤ、銀千代と濃姫、濃姫だったけど、いましたよ。ひどいっすよね、あれ、うん、ダイヤ詐欺。まあ優秀ですけどね、その2体も。まあ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 、はい、2連。ああ、出た出た出た出てた出てた出たよ。でも武器強いけどね。まあね、あと超転生も待ちだし。あ、スケットじゃん。あ、武器持ってない。全然あり、全然あり。超転生待ちだからな。転生がこういう性能だから、まあ超転生も50倍化強化生かした感じになるんだろうな。うん、めっちゃ宝玉あるな。宝玉、
ああ、なんか王曲がいっぱいあった。なんとも言えない、全然喋らん、なんとも言えない、誰やしか興味ない。やったー、ダイヤサギ、ダイヤサギ喜びウーマンじゃん。ダイヤサギがやったー。ウラノスでもめっちゃ強いっすよ。転生もそう、最近っすよね。コンボ強化4の無効感とか、おーで暗闇の完全耐性あるし、でこれあの究極の方がなんかのイベントでね強化されたんですよ。そうなんだ。そうでコンボ強化3のでスキブも最大4の、まあ、キラーも持てるし、闇のコンボ強化2の属性吸収無効3ターン、意外と強い。ウラノススペック高いんですよ、めっちゃ。でも使われてないっすよ。枠があるかと言われたらそれは知らん。ダイヤどうせ、まあまあ、一旦挟んでもろて、いや、いいんですよ。パーフェクト、あと15回も引けるから。まあまあ、無課金の15回おっ、いっ、金だと喋らないんだけどね。無言で無言で引っ込みたいとね。お、さっきは金庫前、さっきアサンタイムだな。ラプレスピード大丈夫そうですか。大丈夫し大丈夫そうですか。これよ。やったで、一緒や。ダイヤサギミン。インチオは強いけどね。一時期強かったよ。パスカとかね。サブでこれよ。インチオでしょ。ああ。なんだっけ。名前がわからんのよ。幕の下。え？それポケモンじゃね？雪の下。セッカ。セッカはマジで強い。まあ当たりっちゃ当たりっすね。マジで当たり。星6の中でも当たり。おめでとう。ありがとうございます。すごい金続きだったけど。封印とね、回復強化と無効感もできて操作負荷もある。で、ボタンスキルで4ターン経験の回復力も 2.5 倍。おめでとうございます。ありがとうございます。セッカ引いたなら、あれっすね、アジサイ欲しいっすね。アジサイ、アジサイ、あれっす、なんだっけ、名前が出てこないんでまだ覚えきれてない。ナツル、そう、 HP3 倍のナツルじゃないんだ。ナツル、ナツル、イントネーションわかんないっす。強いんですか。HP3 倍だけど軽減とかないから、さっきのセッカが結構ハマってくるんですよね。なるほどね。そう、いや、ナツル自体は強いっすよ。へー、アジサイ、アジサイを引きます。アジサイ、まあ、直近で言うとシゲパズは本当にアイドリブスですね。また出た。すみません、寄り道します。セレッサ、そう、セレッサを引いてるから水をちょっと、水パを強化したいと、うん、そう、水ちょっと欲しいんで、まあナツル方面でお願いしたい。なるほど。いや、あと8回しかないんだけど。めっちゃ金出たからね。ビビッと。あと8回しかないんだけど。めっちゃ金出たからね。ポルス。あれ似てる。引きが似てる。めっちゃいる。めっちゃいるけど、まあラーは何体いてもいいですから。なんでフォローしてんねん。これよ。ナツルありがとう。パンジーだ。パンジーはあれか、スキルチャージか。これ面白いですよね。はい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 、スキルチャージマン。まあ、いつかね、この攻撃体力タイプの多色っていうのが流行ったら結構入ってくるんじゃないですかね。うん、だって実質6ターンぐらいで打てるんです。そう。30ターンだけど、スキルチャージ4つ。転職組めれば6ターン。うん。全回復もあって。いつか
が輝きそう。そう、あのミリオとかね。ああ、そうっすね、強かったでしょ、うん、っていうと全然ありますね。あと6回これだ。ありがとうナツル。アストリアはかわいそう。アストリアがかわいそう。これだわ。ありがとうナツル。やってんな。あれ、いっぱい混ぜてないっすよ。サイリアどこ。あれれれれ、あれれれれれ、これだわ。ナツルありがとう。生えとるわ。めっちゃ生えとるわ。めっちゃ取るやん。やっぱりハエトリグサさ、木の2コンボでかかるのって3コンボ加算なんだよ。闇の2コンボしないと攻撃倍率が出ないっていう、このなんつーの、あの本当だ、そう、矛盾というかがすごいんだよ。うん、すごい。あと1体ループできますよ。あ、でも2ターンのあれだから、これ 2体いればもうできる。ループできる。ハエトリグサループ、いらねー、いらんねえ、マジで。ラスト、ね、嘘だろ。まあでもラストでミア出た。あ、そう、シゲパズはそう人なんで。ミア、ミア持ってます。ミア持ってないですけど。金だったら即終了シゲパズ。これ意外と好評なんですよ。ぶつ切りでエンディングがティーン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 って始まりますけども、これがね土曜日の12時に公開されているということで、キン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 。